唐津線は佐賀県佐賀市の久保田駅から同県唐津市の西唐津駅に至る九州旅客鉄道の鉄道路線である。久保田駅で長崎本線から分岐し、卓駅、唐津駅を経て西唐津駅まで伸びており、佐賀県の県庁所在地である佐賀市と卓市や唐津市といった佐賀県北西部地域を結ぶ地域輸送路線である。筑紫平野から笹原峠を越え、 ギ側松浦松に沿って走ってて走いる。唐津丹田などから採掘された石炭を唐津港へ運ぶために建設された。唐津駅西唐津駅間は IC 乗車カード守護課の利用エリアに含まれている。なお、唐津線の運行上の起点である長崎本線佐賀駅は守護課の利用エリア内であるが、佐賀駅久保田駅唐津駅間は通過も含めて守護課の利用は 一切認められていない。スマートフォンアプリ、JR 九州アプリ内にある列車位置情報システム、どれどれ配信対象路線であり、スマートフォンから全線のリアルタイムの列車位置情報が閲覧できる。全線が本社鉄道事業本部直轄となっている。線路名称上の起点は久保田駅であるが、全列車が久保田駅から長崎本線に 乗り入れ佐賀駅発着となっている。一部の上り列車は、久保田駅にて、時間調整のため数分停車するダイヤとなっている。運行区間は、佐賀駅唐津駅、西唐津駅間が中心であるが、佐賀駅拓駅間及び、拓発西唐津駅の列車も運転されている。おおむね1時間に1本程度の運転になっている。列車はべて普通列車で、平日3往復を除き、 ワンマン運転を実施している。山本駅から津駅、西から津駅間には、築肥線の伊万里方面の列車、西から津駅から津駅間には、築肥線の博多方面の列車も乗り入れている。臨時特急、佐賀キャンペーン号2007年10月7日から11月25日の土曜、休日に、当時 JR 九州が行っていた、佐賀 VS 鹿児島キャンペーンの一環として、都市駅、 佐賀駅唐津駅間に臨時特急、佐賀キャンペーン号が運行された。唐津線で特急が運行された、唯一の事例である。運行本数は1から4号の2往復で、1.4号が鳥栖駅唐津駅間、2.3号が佐賀駅唐津駅間で運行された。車両は185系2両編成が充当され、専用の方向幕も用意されていた。なお、 運転初日前日の10月6日には特急運転を記念し、同社が団体専用列車、唐津イカグルメ日帰り列車として、博多駅唐津駅間で一応往復運転された。停車駅は博多駅、都栖駅、佐賀駅、唐津駅であった。定期運用される電車、機動車はすべて唐津運輸センター所属。熱気球と3両編成の機動車。 長崎本線に乗り入れる区間。自動車ディーゼル機関車前節の自動車に加え、以下の電車が運用される。103系3両編成の一部は、ワンマン運転を行っている。唐津丹田などから産出される石炭を、唐津港に輸送するために、唐津工業鉄道により建設された鉄道で、長崎本線と接続する、久保田側からではなく、唐津側から順次延伸されている。 全通は、九州鉄道に合併された後の1903年である。1907年に、鉄道国有法により、九州鉄道が買収、国有化され、間接鉄道となった。久保田駅西から津駅間の本線の他に、多くの貨物支線を有したが、すでにすべてが廃止されている。そのうちの山本駅岸武駅間は、赤字83線廃止の取り組みにより廃止された。 ものである。大地対抗支線への分岐点の現在の、洋津築飛線の博多方面との接続駅は、築飛線の前身である、北九州鉄道が延伸された1929年以来、山本駅であったが、築飛線の経路が1983年に変更され、唐津駅接続となり、築飛線の名の浜駅唐津駅間とともに、唐津線の唐津駅西唐津駅間も、 直流電化され、福岡市営地下鉄空港線との直通運転が開始された。便宜上、久保田川の全列車が直通する長崎本線、佐賀駅からの区間を記載する。佐賀駅久保田駅間については、唐津線直通列車についてのみ述べる。岸武支線接続路線の事業者名、所在地は東区間廃止時所在地の大内町。 北畑村は2005年の市町村合併により佐賀県唐津市となっている。貨物支線は貨物駅を表す。区間別の平均通貨人員、旅客運輸収入は以下の通り。ありがとうございます。